イチゴの種はインコに有毒なのか調べてみました。毎年イチゴの季節になると、インコにイチゴを与えてもいいですか？という質問をよくいただきます。ビワ、梅、桃、スモモ、サクランボなどのバラ科植物の種子や未熟な果実の部分にはミフダリンやプルナシンという生産を含む天然の有害物質が多く含まれています。熟した果肉に含まれるのはごくわずかです。果実を未熟な状態で食べてしまったり、果実を種子ごと食べてしまったりすることは稀ですので、通常果実を食べることによる健康影響は無視できます。バラ科植物の熟れていない実を食べると有毒です。一般的には青梅に対してよく言われます。またサクランボの種やビワの種を食べるのも注意が必要ですが、一般的にこれらの種を好んで食べる人は少ないですよね。イチゴもバラ科植物です。そして未熟なイチゴを食べることは普通ありませんが、イチゴの種はそのまま食べてしまいますよね。つまりインコにイチゴは危険なのでは、というのが今回のテーマです。調べてみました。インコ、イチゴのワードでインターネット検索したところ、多くのページでバラ科のため種は取り除くこととありました。また一部のインコ飼育所にもイチゴはインコへ与えてはいけない食べ物として紹介されているようです。反対に与えても良い食べ物として紹介されている本もありました。実はみんな勘違いしている。イチゴの実は実じゃない。私たちが実だと思って食べている場所は実は実ではなく花の一部です。そして種だと思っている場所こそがイチゴの実なのです。その実の中に本当のイチゴの種が入っています。疑問1、イチゴの種に青酸配糖体アミグダリンは本当に含まれているのか。農林水産省やその他サイトを見ても、青梅やビワに対する注意喚起はたくさんありますが、イチゴに関して記述があるのはインコ向けサイトのみ。同じバラ科でもイチゴには青酸配糖体が含まれていない可能性があります。疑問に、イチゴの種に青酸配糖体アミグダリンが含まれていたとして、その量はどれほど。微量であればそもそも問題でない可能性もある。実際に調べてみました。近所のスーパーでイチゴを買ってきました。一粒 20g の一般的なサイズです。そこから種を全部取ります。50分かかりました。全部で約200粒、 64mg になりました。これをすりつぶします。 50mg を取り分けます。比較用にリンゴの種も用意しました。イチゴの種とリンゴの種が同量できました。劇薬のメタノールを加えます。種から成分を抽出します。しっかりと混ぜて全部の成分を残らず抽出させます。これがアミグダリンという物質の標準薬です。種から抽出した液を濃縮します。特殊な薬品が塗ってある薄い板に種から抽出した液を垂らします。リンゴの種とアミグダリンの標準薬も同じように垂らします。3種類の薬品を用意して混ぜます。混ぜた薬品をガラス瓶の中へ、そしてさっきの種抽出液を垂らした薄い板を入れて液を染み込ませると、下からどんどん薬品を吸収していきます。特殊な光を当てると成分が浮かび上がります。中央の赤線状にあるのがアミグダリンです。
リンゴの種は同じ位置に黒線があるので、アミグダリンが含まれていることがわかります。イチゴの種には同じ場所に線がありません。見にくいので専用の機械でも分析しました。イチゴの種にはアミグダリン部分に反応がありません。結果発表です。リンゴの種にはしっかりとアミグダリンが含まれていました。イチゴの種からはアミグダリンを検出できませんでした。まとめです。今回の実験では巷で言われているようなバラ科植物にある生産配糖体アミグダリンはイチゴの種から検出されませんでした。リンゴの種には生産配糖体が入っていたので、鳥に与える場合はしっかりと種を取り除いてから与えてください。今回の検査で使用したイチゴの種からはアミグダリンは検出されませんでしたが、使用するイチゴの品種、産地、収穫時期によっては同じ結果が出るとは限りません。また、何だって取りすぎは毒です。水ですらたくさん飲むと中毒で死に至ります。イチゴを食べすぎて主食を食べないなんてことのないように、しっかりと飼い主が栄養バランスを考えて食事を与えてください。